日常に取り入れない方がもったいない。美容液の効果よりも毎日の味噌汁習慣で健康的に美しくなれる秘密。本日のテーマは味噌汁がなぜ高価な美容液よりも美肌効果が高いのかをお届けします。これを見れば今すぐにでも味噌汁を食べたくなると思いますよ。ぜひ最後までご覧ください。味噌汁は和食の手軽な料理の代表格。一から出汁を取らなくても一緒に入れる具材の旨味を生かせば美味しくできます。そんな味噌汁の健康効果だけではなく美容にもすごい威力を発揮してくれる和食の大定番の味噌汁。なんとなく健康に良さそうと分かっていても具体的な効果を知っていますか？実は味噌汁には体に良い栄養成分がたくさんです。日本人の健康長寿の理由と言われています。さらに健康だけでなく日本人が美肌と呼ばれる素晴らしい美容効果もあります。まず一つ目にシミ・そばかすの予防と腸活による肌荒れ防止の美肌効果。味噌汁にはシミ・そばかすを予防する成分や腸内環境を整える乳酸菌が含まれ美容効果を生み出してくれます。シミ・そばかすを予防する有利リノール酸が含まれており、これがメラニン合成を抑える効果があります。メラニンとはシミ・そばかすの原因物質で、メラニン合成が抑えられることでシミ・そばかすの予防になります。有利リノール酸はごま油などの植物油に含まれるリノール酸が発酵過程で変化してできた物質です。リノール酸は必須アミノ酸という食品から摂取することができ、必要な栄養成分ですが中性脂肪の一種であり、現代人の食生活で十分に摂れることから過剰摂取が問題視されています。このリノール酸は大豆にたくさん含まれているんですが、発酵して味噌になる過程で美肌効果が期待できる有利リノール酸へと変化するため、味噌は美容と健康に一石二鳥の食材です。また味噌には生きて腸に届く植物性乳酸菌があります。植物性乳酸菌はヨーグルトなどに含まれる動物性乳酸菌に比べて強く、生きたまま腸に届くと言われています。これにより腸内の善玉菌を増やすことで腸内環境を良好にし、肌荒れの予防になります。味噌に含まれる有利リノール酸がシミ・そばかすを予防し、植物性乳酸菌が肌荒れを防ぐといった美容効果ももたらしてくれます。続いて抗酸化によるアンチエイジング効果。味噌汁に含まれる栄養成分には抗酸化作用があり、老化を防ぎアンチエイジングに効果があります。味噌の原材料の大豆にはビタミン E、 大豆サポニン、大豆イソフラボンという抗酸化作用がある成分が含まれています。この中でも抗酸化で有名なポリフェノールの一種大豆イソフラボンはもともと大豆に多く含まれていますが、大豆を発酵させた食品で抗酸化作用が倍増するという研究結果があります。そのため発酵食品である味噌には豊富な抗酸化作用が期待されています。若々しさを保つアンチエイジングは抗酸化物質を摂取することで促進できます。抗酸化とは活性酸素を除去することで、この活性酸素が血液や内臓の細胞を酸化させることで老化が起きます。すなわち活性酸素の働きを止めることが老化防止となるのです。抗酸化作用のある成分を豊富に含む味噌汁はアンチエイジングに効果的ですね。続いて女性ホルモンを補う、女性のさまざまな悩みを解決する効果まで味噌汁にはあります。味噌汁に含まれる成分がホルモンバランスを整え、肌の張りや髪のツヤを良くするほか、女性の健康と美容にさまざまな効果があります。大豆には女性ホルモンと同じような役割や働きを持つイソフラボンが豊富に含まれています。イソフラボンは大豆や納豆に豊富に含まれているんですけれども、イソフラボンにはアグリコン型とグリコシド型の2種類があり、アグリコン型の方が吸収されやすいと言われています。この吸収されやすい
アグリコン型イソフラボンは発酵食品に多く含まれ、味噌はその代表的な食品といえるのです。女性ホルモンのエストロゲンは肌の張りや髪のツヤなど女性らしさを作るホルモンであり、分泌量は加齢や不規則な生活によって減ってしまいます。特に加齢による女性ホルモンの分泌量を増やすことは困難なのです。そこで女性ホルモンそのものではありませんが、代用となってエストロゲンの効果を補うとされているのがイソフラボンになります。イソフラボンの摂取により不足した女性ホルモンの効果を補うと、さまざまな健康効果が得られます。肌の張り、髪のツヤ、生理不順の解消、不眠症の解消、イライラの解消、冷え症の予防、骨粗鬆の予防、更年期障害の予防、さまざまな健康効果、美容効果に貢献してくれます。味噌に含まれるイソフラボンが不足しがちな女性ホルモンを補ってくれて、美容と健康に効果的なんですね。味噌汁には女性の美容だけではなく、その他さまざまな健康効果も得ることができます。昔から味噌は医者いらずと言われ、味噌にまつわる言い伝えは数多くあり、現在でも栄養学や医学の面でもさまざまな研究が進められ、その成果も次々と発表されています。国立がんセンターの調査では、味噌汁を飲むと胃がんと乳がんの予防効果が期待できるという結果となっています。これは大豆に含まれるイソフラボンががん予防効果を発揮していると考えられ、味噌汁を飲むと胃がんになりにくいという結果も出ています。全国27万人を対象とした調査で、味噌汁を毎日飲む男性は全く飲まない男性に比べて約 50% ほど胃がんによる死亡率が低いという結果があります。またマウスを使った実験では、食塩入りの餌より味噌入りの餌で胃がんの発生率が下がるという結果も出ています。一般的に塩分が胃がんの発生に悪影響を与えると言われていますが、大規模な調査の結果とマウスの実験から味噌が胃がんの発生を抑える効果があると推測され、味噌汁を飲むことで胃がんの予防ができることは分かってきています。また味噌汁を飲むことで乳がんになりにくいとも言われています。それは先ほどお話ししたイソフラボンが効果を発揮しているという感じですね。今やがんは現代病で2人に1人が罹患する病気です。美容効果があり、がんの予防につながるのであれば、毎日の食事で味噌汁を習慣にすることは、健康で美しくなるための習慣としたいですね。ぜひ皆様も毎日の食事で取り入れてみてください。